フランセス・スチュアートフランセス・スチュアートは、第3代リッチモンド校及び、第6代レノックス公、チャールズ・スチュアートの妻、イングランド王チャールズ2世の愛称、その美しさからラベル・スチュアートと呼ばれ、ブリタニアのモデルとなった。チャールズ1世の王妃ヘンリエッタ・マリア・オブ・フランスの、ジを務めたウォルター・スチュアートの娘で、冒険ながら、スチュアート家の一族であったため亡命先のパリで、生まれた。 王政復古後の1663年にイングランドへ帰国し、チャールズ2世の結婚式で花嫁の改造役を務め、後の王妃キャサリンの助監となった。彼女には第2代はキンガム公、ジョージ・ビリアーズ、ブリストル博士、フランシス・ディグビーといった求婚者がいた。キャサリン王妃の助監となって間もなくチャールズの愛称となったと言われている。チャールズは4年後には王妃と離婚して、 フランセスとの結婚を考えていたが、愛称を王妃とすることで王位を失う危険から、それを思いとどまったという。ダイアリストであるサミュエル・ピープスは、フランセスのことを、未だかつて自分があったことのない美女という記述を、残した。王の愛称でありながら、フランセスは、リッチモンド皇及び、レノックス公であるチャールズと恋仲になっていた。1667年3月に二人は秘密裏に、 結婚し、王の長愛を競った愛称レディーカーするメインに、そのことを暴露されると、二人は駆け落ちをした。愛称に駆け落ちされるという事態に、王は最初怒ったが、後、怒りを沈め、フランセス夫婦の宮廷への出入りを許した。1669年に天然痘を患ずらい要望を損なったフランセスだったが、王は変わらずに、公爵夫妻を徴用していた。少なくとも、 リッチモンド校は、スコットランドへ赴いたり、デンマークへ大使として赴任していたのである。1672年、夫チャールズはデンマークで隠しした、エーラン戦争の最中、チャールズ2世は、ブリタニアのモデルとして、フランセスの顔を用い、メダル、効果、肖像を作らせた。フランセスは、1688年に、ジェームズ2世と王妃、 メアリーの長男ジェームズ・フランシス・エドワードの誕生に立ち会い、議会に出生の政党を認めて署名した一人となった。1702年にフランセスは亡くなり、多くの資産をオイブランタイア教に残した。ありがとうございます。